はバーーデン対抗カールの日第2代ロシエ・バリトを吐くクロード・ド・ボアルネとその妻クロード・フランソワーズの長女としてパリで生まれた父の重帝アレクサンドル・ド・ボアルネの妻が後のフランス皇后ジョゼフィーヌであったことが彼女の人生に大きな影響を与えることとなる未亡人になったジョゼフィーヌと結婚したナポレオン・ボナパルトは 出生と共に、聖火ボナパルト家とボアルネ家の被護者となり、1804年に皇帝になると、親族としてステファニーは、チュイルリー宮殿に住むようになった。しかし、宮殿とフランスにいられたのは、わずかな間だけだった。ナポレオンは、バーデン大公、カール・フリードリヒトの同盟が必要になり、その証として、大公の孫、カール・ルートビヒと自らの親族の縁組を考えたが、 年齢の釣り合う女性がいなかったのである。そこで、ステファニーに白羽の矢が立った。ナポレオンはステファニーを幼女にして、フランス王女の称号を与えた。1806年4月、ステファニーはカール・ルートビヒと結婚した。この政略結婚は成功とは言い難かった。カールはカールスルーへに住居を構え、ステファニーはマンハイムに離れて住むよう命じられたためである。 ナポレオンが公的にこの別居問題に介入しても状態は変わらなかった。大公は孫夫婦にシュ人間ンゲンに教養の夏の別荘を持つよう勧めたが、これはステファニーが受け入れなかった。恒例の大公の余命がわずかだと知ると、夫婦はようやく別居を解消し、後継ぎを生むために和解した。1811年6月、カール・ルートビヒは大公位を継いだ。 カール大公が1818 18年に亡くなると、ステファニーは再婚せず残りの人生を家父として過ごし、3人の娘たちに献身的な愛を注いだ。彼女のマンハイムの邸宅は芸術家と知識人の集うサロンとして有名だった。ステファニーは1860年にニースで亡くなった。ニュルンベルクで発見された暗室で外界と遮断されて育ったという謎の子供。 カスパーハウザーは、ステファニーの子供であると長い間信じられてきた。2002年、ミュンスター大学の医学研究所は、カスパーの頭髪と体細胞を採取し、提供された6つのサンプルと比較した結果、どのサンプルとも全て遺伝子が合致した上、ステファニーの子孫の女性とは95%もの一致を示した。バーデン対抗家は、沈黙を守っているが、 対抗家と関係のあるバーデンビュールテンブルクの人々の間ではカスパーがバーデン対抗家の一員であることは広く真実だと受け止められている。ウィキメディアコモンズにはステファニー・ド・ボアルネに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。